ホームフェレント・ザ・レボリューションはディープシルバーが開発したゲームソフト。対応プラットフォームはプレイステーション4、Xbox One、Windows。2011年に発売されたホームフェレントの続編だが、ストーリー設定面では前作との違いも存在する。日本では2016年5月19日にスパイクチューンソフトより PS4、Xbox One 版が発売された。 北朝鮮の企業家が発明した電子機器が世界を席巻する時代。北朝鮮の巨大企業 APEX の製品はあらゆる分野でとても優れていて、アメリカでも一般市民から軍までもが APEX の製品を使用していた。家庭用の情報端末から軍用の兵器まで。しかし貿易不均衡でアメリカ経済は衰退。 北朝鮮に対する債務が履行できなくなったある日、これらに仕組まれていたトラップがボタン一つで作動し、折しも不況で失業者にあふれていたアメリカはあっという間に崩壊した。アメリカの再建を名目に大兵力を展開させるクッパとその支配体制に加わったアメリカ人の裏切り者の前にアメリカの自由と正義は失われた。それから4年後の2029年、 アメリカを解放戦とするレジスタンスとアメリカを占領しているクッパの戦いが繰り広げられていた。ありがとうございます。